こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はパラディドルとはということでですね、パラディドルって、名前なんですけど、パラディドルの中にはシングルパラディドルとか、インワードとか、リバースとか、ディレイドとか、パラディドルディドルとか、いろんな名前があるんですけど、そもそもパラディドルでは何かっていう話からやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、パラディドルですね。パラディドルはパラっていうのは口語。これ全部パラ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 な、口語の動きです。左から言ってもパラパラ。ディドルはディド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 。ディドルっていうところだけ見ると騙すという意味があるそうですね。ディド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 。なので、パラディドパラディドっていう動き、要は右左右右左右左の動きが大事ですね。これをパラディドルと言います。はい。じゃあ、シングルパラディドルって何かと、パラがシングル。パラディド、パラディド。で、ダブルパラディドルっていうのはパラが2つ。パラパラディド、パラパラディド。ね。パラパラディド、パラパラディド。っていうことですね。パラが2回。パラパラ。で、ディド。で、パラパラ。だから、ダブルパラディドになるわけね。ダブルはパラにかかってるわけね。で、トリプルパラディドルは、パラパラパラディド、パラパラパラディドになるわけね。で、パラディドルディドルっていうやつがあります。これはパラディドディド。パラダブルディドルとは聞いたことがないんですね。パラディドディド、パラディドディド、パラディド。パラディドディドは常に右からスタートになるんですね。これ神保さんがよく使うやつですね。よく使うフレーズなんですが、パラディドルディドルをよく使います。ものすごく使い勝手がいいですね、パラディドルディドル。で、パラディドディドディド。パラディドディドディド、パラディドディドディド。これもパラトリプルディドルとは聞いたことなくて、これ教本でパラディドディドディドってディド3が書いてあったから、言いにくいけどパラディドディドディドですね。これは要は、譜面を読めない、人たちのために、こう、パラディドパラディドパラパラディドパラパラディドパラパラパラディド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 ディドパラディドディドパラディドディドパラディドっていうふうに、言葉で覚えさせたというとこから始まっているのと、16分音符だと常に右手にアクセントが、それをディド、ダマスを入れると、こうマーチングで見てて、要は豪華絢爛なので右も左も上がるでしょ。だからそのために作られたと言われてますが、同時発生してるんですね。だから同時発生してるから、同じ考え方で同時発生してるから、だから名前がちょっと違ったりするんですけど、こういうのを基本はパラディドルと言います。いいですね。じゃあ、リバースパラディドって、リバースってことはひっくり返すっていう意味だから、パラディドパラディドだったのを、ディドパラ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 にすれば、これはリバースパラディドルと言います。で、これディドパラディドパラのディドパラディドパ、こっから始めれば右左右右左右左左で、シングルパラディドと一緒ね。動きは一緒だけどスタートが違うだけね。で、ディドパラ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 で、こういうのをやるとき、僕昨日そのリバウンドのエクササイズやったんですけど、これね、やっててわかんなくなるんですよ。合ってんの俺みたいな感じ。だから、ディドパラディドパラディドパラディド、ドドタドタタドタ。あ、間違えた。っていう風に、音で覚えましょう。ドドタドタドタタ。ドドタドタドタドドタドタドタって音で覚えてしまいましょうね。では次、インワードパラディドルいきます。インワードパラディドルは、これがシングルパラディドルに対して、インワードっていうのは、インワードって真ん中のっていう意味があるんで、真ん中にダブルが入ってるやつ、要は、ディドが真ん中に入ってるやつをインワードと言います。なので、で、ドタタドタドドタ。これもね、ここの4つ目の音から始めると、右、左、右、右、左、右、左、左になるでしょ？だから、同じ動きなんだけど、動きが違うと。これ、スペインの時にやりましたけど。これずっとインワードでやってるね。アクセントちょっとつけてたりとか、場所を変えてるだけで。
インワードって結構かっこよくなりがちですね。で、インワードってこれよく、この、タタタタってクラッシュが左手になっちゃうときに、インワードの手順使うのね。だから、ここはインワードで処理すればいいよっていうふうに、手順的にはね、名前を覚えておくとすごく楽なの。右左左、そこインワード組み込んだらいいじゃんって、ああ、なるほどっていうふうになるわけね。だから、そういうふうに名前を覚えましょうってことですね。昔先生にね、なんで覚えてないんだって言われて怒られたことがありますけど、あんまり覚える意味合いを感じなかったんですが、覚えると名前なんで、なんかスッと、この手順っていうところが説明しやすいんですね。で、相手もキャッチしやすいってことで、まあ共通言語っていうことで覚えておきましょうということですね。ディレイドですね。ディレイド、あんまりこの名前使わないけど、ディレイドは、要は、まあこう、拍をまたいで、ずれて、その、ディドロが出てくるということね。だから、拍をまたいだところにダブルがこう組み込まれるやつ。これをディレイドと言います。だからディレイドパラディドルっていう名前です。これも、この、ここの、1,2,3,4,5,6 個目の右から始めると右左。要はパラディドルがずれてるだけだけど、このディレイドっていう形になります。だから、要はディドがどこに入ってるかによって名前が違うっていうことですね。ディレイドってことですね。6年度のパラディドルというか、まあパラディドルディドルの話ですね。そうするとよく使うのがこの、この間もちょっとやりましたが、これよく使うでしょ。これって、ディドディドが真ん中に入ってるから、今の理論でいくと、インワードのパラディドディドルなんです。だから、パラディドディドのインワードを使うと、っていう風に言うと、いちいち書かなくていいでしょ。右左とかね。菅沼さんの授業やってる時、菅沼さんが分かりやすく言うと、お箸、お茶碗、みたいな。よく分からんわみたいな、手順がね、子供、ちっちゃい子供がお箸とお茶碗で覚えるでしょ。だから、お箸、お茶碗、みたいな感じですが、これだと、お箸、お茶碗で覚えると分かりやすいかもしれません。これで覚えた方がいい人はぜひ覚えてください。で、まあ、それはいいとして。ディレイドパラディドル。ディレイドパラディドルは、だから、ディレイドパラディドルディド、ディレイドにすればいいじゃん、みたいな。だから、ディレイドは、ディドディドのところを、この拍をまたぐところに持っていけば、これ、パラディドディドのディレイドにして、ここに踏み込んだらいいじゃんっていうふうな言い方をすると、まあ、伝わりやすいかな。いちいち書かなくていいでしょう。いちいちお箸お茶碗って言わなくていいでしょうっていうお話でしたね。はい。というわけで、名前なんで覚えると効率的ですね。花子ちゃん。ね。花子ちゃんですよ。髪の毛長くていつもピアスしてる子っていう風に言わなくても、花子ちゃんって言えばわかるわけでしょ？だからね。そういうことですよ。結局は、名前なんで、こういう名前をポンって覚えておくと共通言語にしておくと、いちいち書かなくても、まとめて相手に理解させれるから、ここはインワード組み込んで、とかね、パラディドディドのインワード組み込んで、っていう風にやると、ああ、あれか、みたいな感じで、そこパラディドディドインワードでいけばいいじゃん、みたいな。ね。っていう風に話をすると、いちいち、右左っていう風にやらなくていいよね。だからみんなで覚えときましょうってことですね。これだけど僕がいろいろ検証してきた結果なんですけど、もしかしたらちょいちょい間違ってるかもしれないですが、まあ結局、名前なんで、その、ワールド的にはどうなのかちょっと。で、僕も結構調べたんですけど、まあ、違って言ってるところもあるかもしれない。それでもそれはね、UNO をね、やってると、UNO のルールちょっと違うでしょみたいな。だからその場で、その、修正すりゃいいんですよ。別にね。ここ目くじら立って、それは違うとか言う人もいるかもしれないですけど、いや、麻雀だってね、もう、量子使うか使わないかとかね、いろいろあるでしょ。だからそれと一緒ですよ。その時に、すり合わせれば全然問題ない話なんで、うちはこうやってやる。だって、インワードのこと、ウィンドミルっていうところの団体もあるでしょ。で、ウィンドミルをインワードって言ってるところもあれば、違うことをウィンドミルって言ってるところもあるんですよ。ウィンドミルって風車だからね。なんかこう、ここのディドがこういう風に見えるのかなみたいな僕はちょっと思ったりとか、いいネーミングだなと思ったりする。これだから同時、アメリカで同時発生してるから、だから、ラフとドラッグはどう違うんですかって、多分僕のイメージ的には、同時発生したから、
こでもまあ使いやすいように歌いやすいように、ドラドラタドラガディドタドラガディドララ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 ラ、でも踏み込むときはタドラガディドタドラガディドタラファディドタラファって言いにくいじゃんみたいな。だからまあその便利なように流用すればいいんじゃないかなっていうふうに僕は考えています。ということで、名前なんで覚えると効率的ということで、パラディドルディドル、パラディドルの名前をいろいろ覚えておきましょう。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。